その言い方、まるでわらわと会いたくなかったと言っておるようだが。こやつを手本にするといい。これこそが年長者を敬う時のふさわしい態度だ。なんか年寄り風を吹かしてきたな。たこ揚げ大会のことを聞いて引きこもりながらあれこれ叩いて仕掛けの研究をしてるんじゃないのか。どうしてこんな遠くまで来てるんだよ。しかもそんなに大きな箱まで持って。お、買い物してたのか。だったらなんだ。七星がフォンテーヌの技術を導入してタコ揚げの大会をやることとわらわに何の関係がある。お前たちの目にはわらわがそういう属性の勝負ごとに対して腹を立てるようなやつに映っておるのか。いや、オイラじゃなくて利水と昨月が言ってたんだ。あいつら自分に言いにくい名前までつけてたぞ。全く覚えてないけど。とにかくあの二人が町に来てお前を探してたぞ。会ったらよろしく伝えるよう頼まれたんだ。あ、カオン。リーユエコーに来てからというもの、時が経つのが早くなったせいか、しっかりあの老骨二人のことを忘れておった。詫びとして戦争でも持っていくか。いや、こうして慰労府に来たのだから茶葉がいいだろう。急用を思い出した。他に買わなければならないものがあったようだ。お前たちはここでしばらく待っておれ。すぐに戻ってくる。去ってくのも風みたいだな。ほんと自由だぜ。おい、でそういうのはすぐ真似しなくていいんだぞ。早く帰ってこいよ。強盗にでもあったら危ないからな。よってらっしゃい、見てらっしゃい。行営層直送高級茶小螺旋がだよ。お客さん、茶葉を買いに来たのかい。良い品だ。あの二人に一貫ずつ持っていくとしよう。二貫買おう。あいよ、お客さん。実は今怪盗祭の大安売り中でね。なんと三貫買うと1割引き、四貫で2割引きだ。四貫で2割引きだと、これはお得だ。テイ君とピンにも一つずつ持っていこう。では四貫もらおう。おや、もしかするとお客さん贈り物かい。だったらこっちの特製セットはどう。10巻で半額だよ。ほら見ておくれよ、この包装が実に綺麗。赤いリボンがおめでたい感じを見事に演出してる。親戚やご友人に贈るんなら断然こっちの方が見栄えもいい。10巻は少々多いか。だが高馬大生と弟子たちの分も入れれば。ふむ、それに10という数字はすごく縁起がいい。10前10尾って言うでしょ。よし、お代の端数はおまけしてあげよう。いいだろう。ならそれを包んでくれるか。毎度あり。そちらのレディはお目が高いようですね。どうぞ私の店もぜひ見ていってください。私はフォンテーヌのおもちゃ商人でしてね。ここで売っているおもちゃは全てクロックワークマシナリーで動いているんです。小型で精巧、
そしてすごく面白いものばかり。ならば言ってみろ。一体どこがどう面白いのだ。ああ、おもちゃは遊んでみないとわからないものでして、少々お待ちください。今お出ししますので。結構だ。どうされました？最新で最上位のものを一つ、しっかり包んでくれ。ああ、はい、わかりました。さ、どうぞ。説明書はですね。いや、結構だ。礼を言う。ここは人が多い。わらわが若者のからくりおもちゃのために足を止めているところを他の者に見られてはメンツが立たん。こっそり持ち帰って研究するとしよう。当然だ。わらわは人との付き合いを好まぬだけで、できぬわけではない。お前たちは？買い物をしに来たのではないのか？まだできてないんだ。でも見た感じ、医療府にタコの屋台はなさそうだな。むしろフォンテーヌから来たものが多いぞ。まさか、お前たちもあのタコ揚げ大会に参加するつもりか？つまりその、子供たちは皆参加したがっているということだ。ぴょんぴょん飛び跳ねたり、物欲しそうな目でまとわりつかれたり、なんとも耐え難いことであろう。ゆえにわらわも仕方なく、手作りタコ教室を開くことにした。わらわ自らタコの作り方を教えるのだ。参加するんだ。総玉、新閣、関、ヨーヨだ。おお、たくさん来るんだな。大会に参加するだけなら既製品のタコを買えばいいのに。関、うん、お前いいやつだな。何がマシナリー式フローティング装置だ。あんなもの、人間たちが作った粗末な装置に過ぎぬ。わらわはかれこれ千年以上仕掛けの術を研究してきた。戦力を原動力としている点は置いておくとして、その中身に着目すると、素材は竹のような軽さと鉄のような硬さを持っており、空に放てば風の力で千里先まで飛ぶ。その構造は六欠十二度をめぐりまあよい、お前たちに話しても理解できぬだろう。話すだけ無駄であったな。めちゃくちゃ喋ってたくせに、ずっと我慢してたんだろうな。で、お前たちは参加するのか？ずっとオイラたちのことを教室に誘ってくれてたのか？よかろう。材料を用意する必要はない。わらわがすべて揃えておく。では明後日の午後、奥蔵さんで待っておるぞ。カーン、帰るのか？こんな大きな木箱、少子を雇わなくて大丈夫かよ。少子、わらわにかかれば移動など自由自在。他人の手を頼る必要などない。その名も流木運搬神技。おお、すっごいどやってるな。あいつ意気揚々と歩いてるけど、周りの人はみんな変な目で見てるぞ。まあまあいいか。ちなみにあいつの箱の中にはマシナリー式なんとか装置ってのがたくさんあったぜ。別に盗み見たわけじゃないぞ。
飛んでる時にちょっとふらついて、うっかり上にかけてあった布に触れちゃってな。そしたら中のものまで一緒に落ちそうになって、オイラがパシッとキャッチしてやったんだ。あいつってすごく世間体を気にしてるよな。口では装置のことをあーだこーだ言いながら、持ち帰って中に何が入ってるのか見ようとしてるぜ、絶対。おお、そうだな。あいつの気持ちも汲んでやって、オイラたちは知らないふりをしておこうぜ。これが年長者を敬う時のふさわしい態度ってやつだろ。